はい、始まりました。マゼルダ危険マリオカートというわけで、今日はマゼルダ危険メンバーでマリオカートをやっていきたいと思います。3グランプリぐらいあるのかな、やっていきましょう。まずはね、全員が敵というわけで、まあ、俺がね、ちとね、ひねり潰してやりますわ。この中のメンバーで言うと、杖の誰だ？多分、ニドミンと、まあ、二神の片割れトリッピーあたりを警戒しとけばいいのかなという感じではありますが、さあ、ファーストステージ、幸先吉尾くんか？幸先吉尾くんなのでは？これは俺の価値観がマリオか？マリオじゃ、ピーチサーキット。マジね、あんまり、みんなスプラトゥーンのイメージが強いから、マリオカードがどれぐらい、ニドミンは多分強い。トリッピーもまあ、まあ、俺よりは弱いけど、まあ、俺が一番最強ってことですわ。ほら、まあ、全然練習してねえけどよ、最近。多分、こいつらごときは勝てるだろう。あ、ねじってます、これ。まあ、めっちゃねじってます。やばいやばいやばい。やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。おい、ざけんな、押すんじゃねえよ。ここは俺の縄張りなんだよ、どぎとけや、これ。さあ、来ました、光の暴風圏。やばいやばい。やべ、やべ、やべ、やべ。久しぶりすぎて、ちょっと感覚わかんねえ。OK。NISC 決めてきまーす。NISC。全然決めとくんで。ちょ、やべ。やっべ。やっべ。全然走れねえ。いや、これスターは、とりあえず。てか、コイン取らなきゃいけないんだな。ちょっと久しぶりすぎて感覚わかんねえけど、まあ、1位取ってやる。まあ、これコイン取った方が有利なの。こいつら多分知らねえんで、全然やってねえから。こいつら全然やってねえから、多分分かってねえだろうな。コイン取らなきゃいけねえって。おい、アイテムダイナミックか、これ。アイテムダイナミックか、なるほど。これ使っちまうか。オッケー、え、殺してやるぜー、おら、てめえら。どいとぎな。あ、これカーブで切れるの嫌だな。オッケー、オッケー、オッケー、じ。バカどもがーバカどもがー、ちょっと安定入ろ。安定走ろ。俺のコースでよ、好きがやってくれてんじゃねえぞ、てめえら。あ、やばいやばい、怖い怖い。なんだあいつ、当たんねんだな。ここは俺の縄張りなんでな。悪いけどよ。俺様最強なんだわーな。わかるか、てめえらによ。1位走る権利ねえんだわ。ここは俺のステージなんでよ。まあ、最強っていう、最強の証明、いわば最強の証明をしてるわけだが、わかるかね君たち。このステージは、どんな、いや、このステージだけじゃねえな。マリオカート8、すべての、いって、てめえ、ふざけんな、クソゴリラ先端局長。おめえに、あー、トゲゾープレゼントを言う。いって、なんで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 、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、今何なんだよ、マジでよ。マジで何なんだよ、マジ。ふざけんな、こんなクソアイテムじゃ勝てねえよ。よっしゃ、トリッピー殺してやったぜ。死んでねえのかよ、てめえ。何なんだよ、てめえは言って。そうか、スリストもらう。アイテム。邪魔、邪魔、邪魔。クラクションって何なんだよ、マジ。ふざけんな、マジでふざけんな。マジふざけんな。俺1位だったからね。もうマジで。ああ、ふざけんなよ、マジで。なんなんだよ、ほんとによ。タラチオ、マップでちょいちょい気になったけど。タラチオさんはね、魔力カード今日初見で挑んでますね。買って、何も触らず初見で挑んで。タラチオ、マリオ、コンピューター設定弱いかな、あいつは。いやー、もうちょっと1位取れなかったところが、タラチオです。タラチオ弱えな、あいつ弱えな、タラチオ。かわいそうなくらい遅かったな、あいつ。これはね、多分、逃げ切りコースとかで行った方がいいんだよね。ワリオスの満点とか。なんだろう、みんながね、多分こいつら下手くそだと思うから、マリオカート。今のはね、アイテムで勝たれた。正直。アイテムで勝たれちゃったんで、アイテムで勝たれたから、まあ、アイテムさえなければこいつらクソ雑魚なんだよ。アイテムに頼りやがってよ。たくよ。3点ってな、3点悔しいな。マジでさ、俺調子乗んだよ、ほんとによ。おい、見せてやるよ。年長者の怖さ見せてやるよ。マリオカート8当時から投稿してる、マリオカート8投稿者としてはよ、負けらんねえでしょ、こんな中途半端にしかマリオカートやってこなかった雑魚どもに。俺がおめえらに負けると思ってんのかよ、おい。おい、
見せつけてやんねえとダメだな、テクニックの違いはよ。あー、ふざけんな、マジで。おら、自爆しろよ、自爆しろ、俺に突っ込め。おいおいおい、俺はただ止まってただけなんだけどよ、おめえらが勝手に突っ込んじまうからなよ。ザザさん食らって。ザーザー当たれや、ザーザー。たくよー、キノコが悪くね、悪く、いや、ふざけんな、マジで。そうだ、あのインチキおしゃれ実況者、あのインチキおしゃれ実況者がよ、てめえ全然おしゃれじゃねえんだよ。何おしゃれ名乗ってんだおい、殺してやるよ、おしゃれに殺してやるか俺が。おしゃれに殺してやるよ、七子トリッピー。神殿館長 最強決めるかおい。ざけんな今、ざけんな、ざけんな、ざけんなよこれ。引くなや、引くんじゃねえ、トゲゾーだぜー、暗いな。1位どこだ、1位誰だ、1位結構手前にいたな、そこで爆発した。これ全然いける、キラーが来た、避けろ、キラーが来た、でもってでもって、ボム兵悪くない、これは後ろにつける、よし、誰か起爆しただろ、赤コーラを守りつつ起爆させる、この完璧な作戦。1位見えてんな、これは負けるわけにはいかねえだろうがよ。あ、キューちゃん落ちちゃったね、落ちちゃった、トリッピーちゃん、バカッピー、クソッピー、アホッピー。バケユカ、てめえスプラトゥーンだけじゃなくてよ、マリオカードでもてめえ上位取りに来る。まあ1位はこれトゲゾーどうせ来るんで調整ですね。ニドミン、てめえ殺してやるよバナナごとな、言っとけ。さてキラーが来てるのはちょっとよろしくない展開。コイロ警察出動します、コイロちゃんを守りしましょう。コイロ警察なんでな、ちょっとコイロちゃんにはその後ろに投げんなよ。俺はコイロ警察だからよ、コイロちゃんには攻撃できないんだけどな本来。ふざけんなコイロ、てめえやっぱ殺す、あーボム兵怖い、あっぶね、くそ、コイロ警察、コイロ警察裏面出たな。あっ、ね、こういう時にトゲ、行って行って、ふざけんなー、マジふざけんな、バナナ引っかかる、バナナ引っかかる、ふざけんなよマジで、マジどういうことだよ、おいーくそ、あーパッとしねー、パッとしねー、ゲームパッドでプレイしてる、パッドだけに、パッドだけにパッとしない、これはこれはクソ面白いギャグ。バケユカ強すぎる、バケユカ早いの、バケユカマリオカートもうまいのあいつ、マジふざけんなよマジで、タラチオタラチ、タラチオマジどうなってんだあいつ。さすがにみんな経験者だけどよ、あいつ遅すぎないか。初プレイなの分かるよ、でもアイテムダイナミックだからなんとかなんないの、キラーとかで意外にキノコとかしか出ないもんなの。最下位って、最下位って意外にアイテムいいの出ない説あるよな、キラーとか案外出なかったりするんだよな。 DLC タラチオ買ったっつって難しいとこ、ヨッシーサーキットとかさ、そういうとこ行ってさ、もうね、ベビーパークとか論外だよ、もっと難しいコースで、ね、差をつけなければいけない、こいつらとは、こいつらとはね差をつけなくてはいけないよ、さすがに。やっぱねこいつら、まあ、下手な、下手くそばっかだから、いわば、いわば俺が一番うめえからな、やっぱアイテムで勝たれてるとこあるんで、アイテムありでも引き離さなきゃいけないんだよ、マジ俺が弱えみたいになっちゃってるから。違うんだ、アイテム運で勝ってるだけの雑魚なんだよこいつら、いわば。あ、いいね、ビッグブルー。ビッグブルーとかここね、差がつくんで、もろテクニック出るんでね、ここ。ここはもろテクニック出るんでいいんじゃないでしょうか。行きましょうか。ほい。ここライドリ、ここマジでライドリ最速なんで。ほら、誰もライドリしてねえだろ、分かってねえな、アイテムねえな。分かってねえし、アイテムもねえな。これ世界チャンピオンの、世界チャンプの RTA ここでライドリしてますからね。あ、ライドリはいかに早いってことか。ざけんな、七子。お前バナナ回すのがオシャレなのかよ、おい。おめえのおしゃれの感覚、やあやだー、もうやだー、もうどういうこと、誰もいねえしよ、誰もいねえしよ、ざけんじゃねえぞマジで、あまり赤いところは乗ったらまずい。さてさて、いやもうアウトから行くとこれしゃあねえ、こっから、ま、巻き返せ。頼りたくないがアイテムに頼る、ここはここはアイテムに頼る、ここはアイテムに頼る、仕方ないが、こう相手見たよろ、首黒いって、なんだそれマジで、マジでよ、マジでマジでついてねえよ今日のアイテム、マジで俺が一番最強なんだよ本当に、
本気で俺が一番最強なんだよ、ここ飛ぶ。嘘だろ嘘だろ、切り替えられねえ、ふざけんな。マジ調子乗んなよ。タラチオに抜かれたらもう一生の終わりなんだけど、マジタラチオに、タラチオにだけは抜かれたくない。あっぶねえ、あっぶねえ。でマジついてなすぎでしょ今日。マジどうしん、マジタラチオに会いに行こうかな。タラチオに会いに行こうかな。タラチオに会いに行くか。もうこうなったらタラチオに会いに行くか。タラチオ、タラチオ、よっせおっせーなおめえよ。ほらタラチオ、タラチオ、タラチオくん遅いねえ。タラチオくん、タラチオくん、どこいんのかな、タラチオくん、タラチオくん、さようなら、さようなら、タラチオくん、タラチオくん遅すぎるよ。あー、タラチオかわいそうだな。初めてでこのステージかわいそうだな。いやあいつ、あいつ弱すぎるわ。いやーもうね、11位になったらもう、タラチオ先生のね、走りを見に行くしかないでしょ。もう11位まで落ちて差が開いてしまったらね、もうタラチオ先生の走り見に行くしかなかったよ。じゃあここで1位取ったら、もう俺の勝ちでいいじゃないですか、実質。ここで1位取ったら、もう俺の勝ちでいいじゃないですか。ここで1位取りましょう。まあ、レインボーロード、あ、でもまだこの後も走るから、どうしようかね。逆にどうしよう。じゃあクッパキャッスル、締めのクッパキャッスルということでいいんじゃないでしょうか。あー、いやー意外と皆さんやりますね。分かった、悪かったよ、俺はみんなを見くびってた。おめえらなかなかできるってことだわ。俺がここまでしても勝てねえってことは、やっぱねマズルなメンバー最高ってことだわ。俺が見くびってたよ。じゃあ全力で挑むわ。わり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 、手加減してた。わり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 、悪かったよ、手加減してたよ、悪かったよ。俺はよう言ってやるよ、そういうことならよ、任せろよ、悪かったよ。じゃあ見せてやれよ、俺様の本気ってやつ。なめんなよ、俺ここタイムアタックで結構練習したからな、昔は。2年前ぐらいの話ですが。昔だな、おい。2年前ぐらいはね、あーやべえ、路肩落ちた。やべえ、ここ引き離されたら割りかし不利。離されたらここ不利だぞ。でもここわかんねえだろ、みんなこのコース。どうなの？こいつらがね、マジクソザコ集団いたい。やべえ、俺の走りも、ガバいな。ガバいな。俺の走りも割とガバい。みんなショートカットやっぱできんだね。君たちをね、舐めてたよ。それぐらいはできると。ショートカットぐらいはできると。まあ、ここは溜めます。赤溜め、空中解放。いや、すげえ、ちょ、マジ、ふざけ、ほんとに。何なんだよ今日という日に乾杯。ブーメラン後ろに放つ。適当に投げるのあんまよくねえな。あと一回ちゃんめが狙っていくか。ちゃんめがおいしょ、狙っていく。ちゃんと殺しに行く、ちゃんと殺しに行く。マリオバトで飯食ってるからマジプロだからな。マジプロフェッサー、プロフェッサー、ニードミン邪魔。プロフェッサー愛の選手ってとこ見せつけるから。早いわ、早すぎるんだよな。あぶね、俺のアイテムだ、俺様の1早いな。誰だね、この辺に爆弾投下。赤コーラ来てる、いって、マジか。二度見だよってうぜんだよな、あの顔文字相当うぜんだよな。二度見だよって、ザザさんじゃないですか。あ、俺ここマジ得意なんで。うわー、自分のキノコを拾い食いしていくスタイルあると思います。このでもこのサンダーは割とありか、差が縮まってるか。逆にこのサンダーは割とあり。抜いていく。赤コーラ、トリッピーか。ニードミンを自力で抜く、抜けない。コーラ食らわせる、よいしょ。あとは、おー、焼き払え、クソガロリー、当たれー、サタンネガ。マジか、頂上決戦、ニシンド最強を決める。頂上決戦、やべ、クソドリフ勢に負けたか、この俺様が。
まあいい、次で殺してやるよ。まだね、まだデモンストレーションなんで、最初なんでね、全然最初なんでいいでしょう。まあこれからが本番なんでね、今まあ3グランプリぐらいあるんで、まあいいでしょう。これは全然バキウカ早いな。バキウタラチオ、タラチ、タラチオ、タラチ、マジねやばいね。まあ何位だった今。まあまあまあ、最初はいいでしょう。最初はいいよ。うん、こいつらにね、逆に弱いって思わせること重要だから、今は。今はね、今はここの順位で甘んじる。今はこの順位で甘んじてやるよ。ピチさ。8位で甘んじてやるよ。マリオカートイートだけにな。最初からそこを狙ってたってことだ。マリオカートイートの8位を狙ってたっていうことだよ。まあ、つまりそういうことだ。お疲れ様でございました。はい、お疲れ、お疲れ。